はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。恐竜再燃企画パート4やっていきましょう。でね、今回は巨人戦となっております。でね、今チームがね7連勝中ということで、すんごかったんだよね。まあいつも通りね、結果じゃなくてこのカレンダーで飛ばしてるんですけど、ここさよなら負けしたじゃないですか。でここも負けて3連敗したんですよ。でこっから怒涛の快進撃といった感じで、ここは操作しない方が強いんじゃないかっていうね。でもまあ中日がこんだけ勝ってくれるってことはね、中日ファンの方も多いみたいなので、ありがたいことだなということでね。まあチーム順位は上にいればいるほどいいことですから、うん、なかなかチーム狙えるような位置にいるんじゃないかなってことで、今日は勝ちに行きたいと思います。負け勝ち負けてきてますからね、次は勝てるでしょうってことでね、やっていきたいと思います。今日はねエースの吉見さんです。まあ、僕も何回か言わせてもらってるんですけど、中学が一緒のねまあそれだけでものすごく親近感が湧いてしまうっていうね、うん、ということで頑張ってやっていきましょう。まあ吉見さんでいいかな。大野選手もまあ悪くはないですけど、まあ浅尾選手がねちゃんと怪我から復帰してくれてるので、こんな感じの成績です。まあまあ頑張ってくれてるんじゃないかな。吉見さんもまあぼちぼち、山井選手がいいね、うん、若本さんもなかなかいい、大野選手もいいんじゃない。大野選手、あ、防御率はいいけどちょっと勝ち星に恵まれてない感じかな。いや、みんな十分と。田島選手とかもいいね。あ、又吉選手も全めちゃくちゃいい。小谷選手も10ホールド、まあ、十分ですね。小笠原くんも、うん、頑張ってくれてますね。謙信はまだまだですかね、やっぱり。いや、でもここはまた謙信でね、操作できる時があればいいなと思っております。あとコメントでタイロンがいないのはなって言われたんですよ。作ってもよかったんですけどね、って感じだったので、今回は見送らせてもらいました。それでね、キャッチャーちょっと疲れてますし、今日は杉山選手が絶好調ということなんで、まあピンチが多くなるかなっては思いますけどね。このまあなんていうのかな、守備力の高さ、キャッチャー能力の高さはやっぱり谷繁さんの方がいいですけど、まあ今日は杉山選手ね。モノさん不調か、右ピッチャーだよね。マイコラス、藤井選手とか出したいよね。誰かファーストできないかな。和田ちゃんがまあギリできんこともないかって感じですね。で行ってみようか。まあできないことなかったらね、まあ、G だろうがなんだろうがあまり守備操作もないですし、ないこともないかそうだね、どうしよっかな。まあこんな感じでいっか。うん、じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。打順もここでいいかな。うん、悪くないんじゃないかなと思います。みんなどんな成績なんだろう今。まあぼちぼちですね。ちょっと井端選手が良くないかな。うん、いや、どめどめもまあぼちぼちといったところ。皆さんもうちょっと活躍してほしいね。和田ちゃんがいいんだね。ダントツで和田ちゃんがいいね。うん、ちょっと平田選手が良くないね。よし、あとあれはしげしげは、まあしげしげはいつも通りといった感じか。ガッツも全然悪くないよね。よし、じゃあやっていこう。あまり考えてもしょうがないんだね。よし、まあ、あれだね、井端選手がこのままあまりにも活躍できなかったエルナンデスとの併用っていうのも考えてもいいんじゃないかなと。でもまあこれで7連勝してるわけですからね。この僕はこのスタメンは勝手に変えないように設定してるので、このスタメンで7連勝してるわけですからね。まあ機能してるってわけでしょうからね。うん、まあ今日こう、まあそのね、新人さんと引退する選手とやった企画でも、調子良かった時は調子良かったからね、うん、勝率、勝数、打率なかなか良かったね。マイクラス、防御率 0.27 って、いってんのかな。ものすごく投手戦になりそう。宮田さん、分かってるわ。うん。ワンダーソン、分かってないわ。ホームラン、お互いホームランしか打ててないじゃん。よーし、じゃあ守っていきましょうか。マイコラス点取れんのかな。あ、またやっちゃったコーチのやつ忘れてた。何回やらかすねんほんと。もう絶対次終わった後やろう。思い出したらいいな。よし、バントシフトじゃなくて外野前進だね。2番に和田さん入ってる、かっこいい。
あ、そうかそうか、リリースもついててコントロールもすごくいいんだね。ゆっくりでいいんだ。おお、やりやすー。よし、終わりだ。終わってほしかったな。ストレートだな。ストレート打った。ボテボテのファーストゴロ。掴んだ。よし。このまま入って一塁アウト。しかしこれは3番坂本ちゃん、その絶好調になるとここまで厄介な選手になるか。そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、非常に期待が持てると思いますね。このチャンスに期待がかかる坂本が打席に入っています。コントロール最高だね。うん。チェンジアップ。マジかー、やってもうたー、また失投やってもうたー。よし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 、まだ2点だから分かんないよ、マイクラス相手に打てるのかって話なんですけど。やばっくるよ。一応ないの見ときましょうか。いや、甘かったねあのボール。85-65となっております。ちょっと下がっちゃったね。うん、まあいいんじゃない、少しずつ上げていければね。強い当たり、よし、危ねえ、ゲッツーかと思った。オッケーオッケーオッケー、てかホームランをしたかったけどね。まあまあまあ、ラッキーラッキー、うん、結果オーラインって。さあ藤井さん来たよ。結構藤井選手のファンが多いみたいですね。うん、結構前の企画の時かな、藤井選手が打点いっぱい稼いでて嬉しいなってコメントいただいたので、あ、両打ちなんだ。ゲッツーやめて。くそー、よしよしよし、まあ、1点差に追いついたっていうのは一つ良かったんじゃないかな。前進だね。いやー、坂本さんのあたりは気持ちよかったね。さあ、いい音響鳴ってるよ。小林、どういうバッターなんでしょうか。内角、内野の頭を超えるようなクリーンヒットを狙っていくバッターですね。そうか、そうですか。よし、完璧。もうマイクラスデッドボール当てたろうかな。危ねえ、笑ってる場合じゃないよ、ほんと。ナイスボール。これもアウトコース。速球、速いボールが決まりました。ストレート、ラッキー。セカンド取った。よし、しっかりピンチしのいだよ。やべ、よしよし、素晴らしい。お、来た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 。さあ、やっていくよ。これヒット狙いだな。うん、ここは気の抜けルナさん行くよ。さあ、得点圏には同点ランナー。ここで追いつかれてしまうと流れが傾きかねませんから、リードを守りたいですね。なるほど。さあ集中しろ。シュート系統は持ってないね。全部右に流れる感じか。オッケー、任せて。変化球打った。ショートの左。間に合わへんか。くぅー、やべー。おお、うん、いけ。よし、素晴らしい。さあ、来た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 、これ絶対ものにするよ。さあ、そして打席には8回だからね。うん、怖い。絶対ものにする。一塁はセーフ。絶対同点にするよ。集中して。打った。よし。ガガ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 。危ねえ。セカンド取られるかと思ったけど。さあ、一気に行こうぜ。うん。チャンスバツ、チャンスバツか。まずは変化球。甘く来い、甘く来る。絶対甘く来るよ。バッター見送りました。絶対1球ぐらい甘く来る。よし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 。いいよ。オッケー。際どい球、ボールになります。あ、来い。これでスリーボール。巨人にこだわろう。これ長打で1点ね。よし。さあ藤井さんだよ。さあ、そしてバッターボックス。どうする？どっち？いや、強振だろ。OK、逆転するよ、ここで。集中しよう。まあ、当たらなくてよかったことにしよう。そうですよね。よし！左中間へ。いや、落ちないか。
そっか、勝ち越しは許しません。いいところに打球は飛んでいったんだけどね。やべえ、打てられる気しかしねえ。絶対大丈夫、自分を信じよう。うん、これはいいボール。コントロール割り、全部 F って。外へのスライダー、ここは見極めています。チェンジアップ、よし、ラッキー。チェンジアップを振らされました。高め、追い込みました。ボールになります。これでしまいだ。3ボール2ストライクです。うわー、見極めました。ファーボールです。ボールかー、厳しいな。アンダーソン苦手なんだよな。ナイスボール。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、重中にはまらないように気をつけたいですね。そうですね。オッケー。ここまでは来たよ。ストレートからのカーブか、あえてのスライダーか。どうしよう、一球カーブ見せようか。よし、ラッキー、ラッキー。もうラッキーもね、ここまで来たらね、もう自分のものにしないとね。てかめちゃくちゃいい試合ばっかりやってるね。うん、出たよ亀井さん、やめてほしいな。そう、よし、審判それ入っててもいいんじゃない？うん。低め打った。だ。よし、全部ベストピッチいったよ。さあ打とうぜ。お、いいね。ガッツいけ。よし。イババタどうする？さあジャイアンツ。打てる気しねえな、イババタ。代打か？よし、L でいこう。うん、L なんですでいこう。イバタでやりたかったけど、ここは勝ちを優先だ。うん、ここに打たなかったら何も変わんないけどね。手打つから。そうですね。手打つからここで。うん。かもしれませんからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さてこの L なんです。どういったタイプのバッターでしょうか。ね。まあ逆方向のライン際を痛烈に破るような長打を打てるバッターですね。おっと。うまいところでチェンジアップ投げてくるね。オッケー、見えてるよ、見えてる見えてる。いやー、あぶね、打ちたかったけどな。マジかよ、落ちるんじゃね。はい、落ちません。やっちゃった。いやー、またサヨナラのピンチっていうところらへんがやりづれー。立岡って絶好調だった。そんだけミート力が上がるの。そうですよね。まあ、ただちょっとチャンスで打てていない場面も見られますから。チャンス×なんだ。あ、でもあれか、絶好調だからつかない。アウトコース1セケー、ワンボールツーストライクです。危なかったね。スプリットが甘く入るほど甘くなるじゃなくて、打ちやすいボールないからね。あれか、緩急が使えないんか田島って。そう、どうしようかな。高め、ワンボールツーストライクです。よし、誘ってきた、ね、終わりだ。振れよ。よく見ています。フルカウントになります。いや、一番鬱陶しいバッターや、この粘ってくる感じ。ここはもう逃げといた方がいいでしょう。こっちだ、こっちで切ろう。切りました、ファウルボール。いいよ、 OK。 これは決まった。三球勝負、あっという間に追い込んでいます。くれよ。一、二塁間。よいしょ。セカンドゴロ多いね、ピンチの後の。ピンチの後とかピンチ中のね。よし、いいよ。タン。よし。打つよ。絶対打つから。沢村かよ。いや、打つから。うん。高め打った。高いバウンド。走れ。セカンドが抑えた。一塁送球。よし。一塁アウト。さあ、和田ちゃん、勝負の時だよ。和田が入ります。あー、くそー、分かったな。へい、集中しろ。よし、手打つから。何回言ってんね。
そうそう、結果出せよって話ですよね。結果出すよ。2ストライク追い込んでいます。球速え、よし、7番に来ちゃったか。誰で行く。モリノだな、うん、モリノだ。ここは今日背番号は昨日か、パート的な昨日か、背番号を変えた31の力を見せる時が今ここに。そうですね、いいことばっかり言ってるけど決まられへん。そうですね、さあしっかり抑えて、やったよし、いいよ、いいこと言っといてよかった。よし、まあ、これで勝ったわけじゃないんですけどね。できればここでもう1点、これ代打かブランコさんだろう、うん。で次に谷繁重が、キャッチャーをしてくれて、しっかりゲームセット。バッターボックスには代打のブラウン。もう何があろうが強振だから、うん、絶対打つから、まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ホームラン打つから、ここは踏ん張りたいところ。これはナイスですね。出る気しねえ。いやー、また高いですね。絶対打つから。しっかりコントロールしないと大怪我をして。よし、しっかり取れ。抜けた。打った打ったでいいけど手も入らず。センター前ヒット。さあ来たよ、9番誰。よーし、大島いいよ、打つから。 OK、 マジであれ取っちゃう。あ、そう、頼むよ、もう勘弁して。何が見たかった、打者データか。キャッチャーはちゃんとしげしげなってるね。守りもしっかりしてるね。オッケーオッケー。浅尾ちゃん勘弁してよ。バントしました。そう、地味にうまいし。一塁アウト。バッターは5番アンダーソン。もうあれだね、勝負しかないから。ランナーを進めています。ね、さあジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。よし、ミサこの場面スクイズはどうでしょう。そうですね、まあ、ってくれていいんだよ。奇襲としては面白いかもしれませんね。なるほど。さあ変化球打った、受けた、サードランナーがホームに帰っていきました。なんだったんだ今の喜びは。嫌な予感する。またサヨナラで決められそう。2試合連続立岡が入ります。さあ2ランナー帰ればサヨナラという場面。ここ抑えるよ。やべえ。三遊間抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが。厳しい。レフト前ヒット。立岡。どっちだ。中間だろう。うん。ここはもうゲッツー狙うべきでしょう。そうですね。なんでああいう。うちのボール打った。このぐらいはどうだ。落ちるか。さあサヨナラランナーがスタート。なんか自分の守備力もないプラスなんか運がなかった2試合でしたね。パート4、パート5と、じゃあパート3、パート4か。くっそ悔しい。でもすっごい面白い試合だったと思います。またいや勝ちきれない感がムカつく。いやでも十分楽しめてる気がします。勝てよって話ですけどね。あら、そうですか。まあ、岩田さんもね、もう年ですし、十分やってくださった選手なんでね。まあ、あとはコーチとして頑張ってもらいましょう。いやー、くっそ、勝ちたかったね。まあ、次回こそ絶対勝ちに行きたいと思います。いや、あの、坂本選手のツーランホームランがいなかったね。あれなかったら結構楽に勝てたなと思いますけど。次回はね、そうだね、ここのベイスターズ戦のどれか取っていきたいかなと思います。今のところね、結構ずっと面白い試合が続いているので、次回こそは勝っていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、そうすけでした。さようなら。